皆さん、おはようございます。おはようございます。オーム・サハナ・バヴァトゥ、サハノ・ブナクト、サハ・ヴィリヤン・カラヴァハイ、ヴィザ・スティナ・バディ・タマス・トゥマ・ヴィリ・シャヴァハイ。オムシャンティシャンティシャンティ、ハリオン。アサトマサイガマヤ、タマソマジョティガマヤ、ビトマビタンガマヤ、アリラビルマイリ、ルッラヤテダクシナムカテナマンパヒニッヤン。神様、神様、非実在から非実在から実在へ実在へ導いてください。導いてください。無知の暗闇から無知の暗闇から知識の光へ知識の光へ導いてください。導いてください。死から、死から、不死へ、不死へ、導いてください。導いてください。我々の中に、我々の中に、お入りください。お入りください。あなたの優しい顔で、あなたの優しい顔で、我々を、我々を、守ってください。守ってください。オムシャンティシャンティシャンティ、ハリオン。オムシャンティシャンティシャンティ、ハリオン。前のウパニシャドの話の時、それからイハアムトラファロボーガビラーゴ、その話ありましたね。イハアムトラファロボーガビラーゴ、そしてそれの意味は、これ世界のすべての楽しみのこと、と天国のすべての楽しみのことを放棄する。で、ファロボーガヴィラーガ。ファロ、だって先にそのコルモの結果。で、我々すべての楽しみのものは自然で出てないです。そのためにカルマをしないといけない。そうではないですか。
その karma の結果が我々欲しい。その karma の結果で我々の楽しみは楽しめます。ですね。それについて我々の放棄のアイディアが出ています。でないですね。放棄。で、それの前、先で我々説明しました。で、放棄のこと前ちょっとありましたですね。と、それについてもう少しなぜなら、イハムトファロブホガビラゴステップバイステップ段階で、最初の段階は何ですか？ニッティア・アニッティア・バスト・ビベーカ、何が一時的、何が永遠、何が無限、何が有限、それ識別できないなら次のステップ、イハムトファロブホガビラゴは放棄はできないです。そして最初の段階はで識別する、識別して何が一時的、何が永遠、それを理解して我々永遠のものは好きになります。それに好きになって次のステップ、イハワムッチョパラボゴビラゴは、ビラゴの実践はできるですね。で、それについて今さっき前言いましたね、ビラーゴ、ビーラーゴ、ラーゴはこれ執着、あ、ビーオーセット字、意味はないですね。と、放棄はなくなる、その意味です。ラーゴはなくなる、ラーゴはなし、ラーゴは執着です。で、無執着、本当はビーラーゴの翻訳は無執着です。と、ラーゴの源のこれ弟子はロンチ、ロンチ、それが源のオリジン、オリジン、バーフ、あ、同士、メシの同士、あれ弟子の同士、同士ですね、伸ばします、同士、同士ですね。それがラーゴの源の同士はロンチですね。ロンジの意味はカラー、とカラー、そう、心はいろいろものについて楽しみのイメージで、そのカラー、カラーに心マインドルカラー、そう、ランジ comes from ランジ、ランジ、そう、マインドルカラーね、プスはカラーではないですね。例えば水、水はカラーないんですよ。いろいろミックスしますと、いろいろ混ぜますと、色、いろいろカラー出ます。と、心はきれい。で、執着でカラーになります。何のカラー？楽しみのカラー。それでラーゴです。Very interesting, etymological.エティモロジカルだったら源的。語源。語源。語源。ね、語源。語源がランチ。So every time when you see some 楽しみのもの、first my mind is colored、ね。楽しみのものを見て、自分の心は becomes colored with the image of the 楽しみのイメージで color になります。Then we get attached to it.If there is no color, then you don't feel any attachment. とこれはとても何が、このプロセスがとても subtle ですから、皆さんの気づきはないんです。
でそのあります、ね、ただからかりと There is one word Mind will take the form of it 楽しみのものの形になります、 The color になります、Then it becomes matter、 それの時そのものについて心は向けてます、ずっと何回も向ける向ける向ける、その何回も向けるの意味は執着、一回だけ向けますと、それの後向けない、それが執着でないんですね。執着になりますと、そのものに、楽しみのものに何回も向ける、何回も向ける、何回も向ける、でそれの結果が執着です、執着です。で今その反対は無執着。すいません、マハラージ。ランチのスペルはどうやってするんですか？え、ランチ。R-A-N-J。ランチ。ありがとうございます。だこれ、サンスクリットがちょっと、もうちょっと難しくわからないですから。色がつくってことですか？発音がランチ。うん、ランチ。色がつくってことですか？え？そうそう。色がつく。色、そうです。色がつく。色。カラー、カラーできますね。何回もカラー。とランジは日本人の R と L 時々こんなになりますから、それ気をつけてください。ね、R です。L じゃない。ね、ランジ。それで、すべての、で例えば、イハムトラファロボガビラーゴ、すべての楽しみのものの放棄。それ、ヒンズー教の聖典だけはそのこと言ってますか？それではない。シリクリシュナ、バガヴァッド・ギーターの中にそのことを何回も言ってました、放棄のこと、ね、例えばサルバ・ダルマン・パリッティアジャ・マーメーカム・サラナム・ラジャ・アハントワン・サルバ・パーピッビョ・モクシュ・イシュワミ・マーシュチャハですね。それから18章バガヴァッド・ギター、ボガヴァッド・ギーターの18章の66節です。それギターのエッセンスです。サルバ・ダルマン・プリッティアジュ、すべてのいろいろやり方、すべての楽しみ、放棄して私にだけと、私はキシュナ個人的な方ではない。キシュナの神、そのこと意味、その意味ですね。神だけに、ね、神だけに避難所を作る、神だけを避難所を作る、 Just take shelter only in God。 そしてスラームクリシュナ言ってましたな、ホーキーのベンゴルの言葉知ってますか？サンスクリットの言葉、ね、翻訳はサンスクリットの翻訳はホーキーですね。それ Renunciation or Non-Attachmentその本当のサンスクリットはティアーゴ。ティアーゴ。こんなのパワーの中にありますね。タギッシャロ、ヘイナロバロ、デハパデオノラ。ありますね。これ夕方の祈りの参加の中にありますね。タギッシャキバロ、タギッシャロ、ヘイナロバロ。シュープレバロ。タギシャロヘナロバロデハパデヤヌラタギシャロ、スラムクリシュナタゴのイシャロメニ最高、スラムクリシュナのタゴは最高のタゴです。そしてタゴイシャロ、イシャロがその意味で一番、その意味でそれテアギッシャル、ホキの王様。ホキの王様ですけれど、言葉ですけれど、本当は最高のホキ。そしてギターは何回も素直に言うことを言ってますが、僕のギターは何回も何回も、もし発音します、唱えます、何が出ます、どうぞ言ってください。ギター、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 ギター。
そしたらギタタグになります。ギタ、はい、ギタグ、タグ、タグ、タグ。タグとタグ一緒です。同じ意味。タグとタグ。例えば、タグと。タグ is Bengali? No, Sanskrit. Sanskrit becomes a problem.それから、タゴ。これさ、ティアゴ、ね、TYA ですね。ティアゴとタゴ。で、スラム書に行くと、ギター何回も発音しますと、タゴン。と、あるサンスクリットの学者言ってました。で、ティアゴと、ティアゴとタゴの意味が一緒です。スコラス先生。そして、スラムクリットも、でバグワッドギターのメッセージはそうです。テアゴ。大きいする。それから、Verse Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Bhaja. This is 66. This Sarva, this Dharma means in the Japanese translation is all religious rituals. Actually, it's not religions, it's rituals, mostly rituals and all these things. All rituals. Why rituals? Why people do rituals? Just for some sort of gain or something like that. They'll get something from that ritual. Okay. So, それが dharma が例えばこの日本語でこうギターの日本語で翻訳の中に宗教、宗教ありますね。宗教の形式、そう、本当は、そうです、ritual、儀式。儀式いろいろ全部放棄してやめて、やめて、放棄してやめて。その意味で放棄の意味よりやめた方がそのベタリーメニューですね。で、どうして儀式皆さんにやります？いろいろ、例えば、イハワモトラ。例えば、これいろいろ楽しみの目的で、それ儀式をやります。ですね。で、それで、言うことは、バガヴァッド・ギータの中、メッセージもティアゴです。それから、お釈迦様も絶対そうです。そうしないと、お釈迦もどうしてお坊さんになりますか？大きいの実践のためでないですか？だけど、お父さんは王様でした。と奥さんもとてもきれい彼女でした。息子も赤ちゃんも生まれた。全部、ほくしてですよ。なぜなら、そうしないとね、これ、カズシャのその命でもし続けますと、それは放棄の実践できないですから、全部放棄して出ますでしょ。真理を悟るために。だ自分のためで皆さんの助けるために。本当は、お釈迦様の目的は、人生の助けるために導き、何が平安と、それから何か幸せの真理の導くためにお釈迦様は全部放棄して王さんになりますでしょ。それからイエスどうですか？イエスもサルモン・オン・ザ・マウント、サルモン・オン・ザ・マウント、何が日本語？山上の教訓、山上の教訓、記憶、サルモン・オン・ザ・マウント、とても有名な場所ですね、バイブル。それの大きなそのメッセージは、リナンシエーション。大きい。They said that young man,、ね、he said, 若い人、で私は神様のことを何回も、ね、考えてますけれども、でまだまだ、で、イエス、やります、OK、あなた全部、その若い人はとても、お金持ちでした。あなた全部放棄しと私従ってください。Follow me。その若い人はそれ森みたいです。ね、いました。そして、で、イエスのメッセージもそうです。ティアゴです。ね、放棄。で、そのすべての宗教のメッセージはティアゴです。ですから、普通の、例えば信者、ほとんどみんな、これ、カズシャですから、放棄の
こと聞いて皆さんの心配は始まります。ね、心配も始まります。怖い。心配。どうして？なぜなら、イメージは皆さんの放棄のイメージなんですか？だって今、カズシャを放棄しないといけない。カズシャの放棄、旦那さんの放棄、奥さんの放棄、息子、娘の放棄、でいろいろ楽しみの放棄、うちの放棄、そう、皆さんそのイメージ出てますから、ちょっと何が、耳痛いみたいですね。心も痛い、耳みたい、心も痛い。で、そこ、聞いてすぐ、皆さんのイメージは、プツのね、カズシャのイメージは、これだけちょっと難しいですね。それが、ほうきはお坊さんだけ実践します。我々はほうきは実践は難しいではない、無理です。本当その考えありますと、霊的の生活はもう無理になります。そしてはっきり理解しててください。放棄の意味は何ですか？ね、いろいろ心配しないで、ね、怖がらないで、本当の意味、もし分かりますと、これ、放棄はの実践の難しくないです。皆さんは、これもし本当実践したいなら実践するできます。それについて私はちょっと話しますね、今日は。例えば、これ、福音の中にはっきりそれを説明しました。スラムキシの福音の中にスラムキシの言ってます。どうして？で、スラムキシも他のこと言ってました、もちろん。ね、神に感謝した女と他にいましたね。と女ともちろん男性の前女言ってますけれども、女性の信者の前反対。で、何や、男とかね。ですね。それ、前後関係でちょっと理解しないといけないですね。と、last and gold、その感じの方がベターの翻訳。last。例えば、金欲、肉欲、肉欲とお金。で、それが放棄。で、今、これ、スラムクリシュナ何を言ってますか？皆さん、同じ一緒。スラムクリシュナの弟子の中に、これ、カズシャも結構いましたですね。と、ブラムサマージといろいろね、他の皆、結構、神様好きですけれども。で、どのようにそれは進みます？スラムクリシュナはセイント、聖者でしたから皆さんそのことを聞きたい。で、だけであの苦しみ、悲しみのこといっぱいありますから。で、どのようにその問題を解決します？それから、スラムクリシュナね、さっき同じ、あなたも放棄してください。と放棄しますと皆さん時々我々はカズシャですから放棄はできないんじゃないですか？その本当は質問とあります。スラムクリシュナはその時はっきり説明しました。何を説明しました？一つは中の放棄と外の放棄。ちょっとゆっくりゆっくり理解してください。中の放棄、外の放棄。サンスクリットでそのこと言いますと、オントサンニャシ、バヒサンニャシ。ね。サンニャシのことを、翻訳は何ですか？サンニャシ。サンニャシは、ね、サンニャーサですね。で、サンニャーサの意味は何ですか？ね、サンニャーサ、NYASA。サンニャー、A が伸ばします。サンニャーサ。意味は、サンミョクニャーサ。
存命の意味は絶対すべてのニャーソバホキすべてのものを放棄する。それがソンニャーシです。の意味。ね、ソンニャーシ。ソンニャーシを実践している人はソンニャーシです。ね、ソンニャーシを実践する人はソンニャーシです。で、そのソンニャーシは2つ種類あります。聞いたことありますか？オントソンニャース、ボヒソンニャース。で、オントソンニャーシボヒソンニャーシュ見てください。オントソンニャーシュボヒソンニャーシュ、わかる？え？もう天国まで？それ大丈夫？大丈夫ですか？と、オントソンニャース、ボヒソンニャース。それ本当のそれね、翻訳です。中の方き、中の方きはオントソンニャース。外の方きはボヒソンニャース。ね？と、中の方きと、外の方きの意味なんですか？中の方きの意味は欲望の方き、執着の方き。あ、ボヒソンニャースなんですか？だって外の方きで家族だけから出て、例えばその服を着ます。ね、家族から出て、例えば森、祖院に入って、で、その意味がボヒソンニャス。ボヒソンニャス、それ、ね、ボヒソンニャス外の放棄。で、外の放棄あります。中の放棄はない。そのソンニャスが無駄になります。ね、それを起こす可能性あります。そのことを考えて、一番大事はオントソンニャス。中の方き、ね、と、あるいはほとんど皆カズシャのためにオントソンニャースは実践する。あ、本当のお坊さんのために両方大事。オントソンニャースも大事、ボヒソンニャースも大事。それでソンニャース、普通のソンニャースはそうです。目的はそうです。オントソンニャースない、ボヒソンニャースだけで見せかけ、見せかけになる。ね、で、それで本当は大事はオントソンニャースが一番大事。で、カジュシャのためにみんなオントソンニャース。例えば我々諸院の皆さんのために両方大事です。どうして大事です？一つはその人一つき、例えばある皆さんが、例えば結婚、ある人結婚、人が結婚好きですけど、結婚好きではない人もいないですか？結婚の好きではない人もいますよ。ね、女性、男性ですけれども、少なくてもあります。ね、それが好きのことです。どうしてそうで好きです？その質問しますと変です、その質問。OK、あなたが結婚好き、私は結婚好きではない。どうしてあなたを批判します？どうしてあなた結婚好きではないですか？と私覚えてます。ずっと前、私はある時、ある日本人の、ね、ある別の方を私紹介しました。そのお坊さんは、これ本当は、これ家族から出て、本当は、これソンニャーシですね。結婚してない。とその若い、日本人言ってました。どうしてそれがアンナチュラルではないですか？不自然。不自然ではないですか？どうして不自然ですか？あなた、はい、これが本当はこれ
そのこともあります。わからないです。本当はその人がいます。で、結婚本当は好きではない。ね、その人があるの可能性あります。イメージに出てない。ですけど結構いますよ。ね、皆お坊さん、本当のお坊さん。日本ちょっと違いますけれども、他の例えばビルマ、タイラン、セイロン、インド、例えば西洋の中にカトリックプリスト、みんなそうしてませんか。だけであのお坊さんに なってないけれども、ね、結婚してない人も結構いますでしょ。でお坊さんになってない。で結婚好きではないですから、で結婚してない。それ一つ好きなこと。もう一つは何ですか。私の全部エネルギー、時間は悟りのために使いたいです。その人 も、その目的がある人が あるの可能性ありませんか、ん私のすべてのエネルギー、すべての時間が神様悟りのために使いたいです。それが変ですか、えある人の考えでそれ変ありますけれども、その人もいます。で、もう一つはそれを合わせて他の人もお世話もしたい。自分の家族者ありますから他の人お世話はできない。そして三つの合わせてます。一つ自分のすべての時間、エネルギーが悟りのために使います。もう一つ自分は結婚しますと家族者ありますと他の人お世話できないですから私は皆さんのお世話したい。それ三つの目的を合わせて、本当は、ね、オントスナ、ボヒッシュナ、リオホで実践しています。わかりました？そして、それが二つオプションです。リオホ OK です。これがいいや、これがダメ。コルマヨガの中に一つ、シャミジの光栄なりませんでした。Each one is great in his own place. 例えば、質問があります。どなたがもっと大きな偉大な方です。お坊さんはカズシャ。それ、コルマヨガ、シャミビガのコルマヨガの中に一つテーマがあります。Each one is great. カズシャも本当はもし理想的になりますと、その偉大な方。本当のお坊さんも本当は、本当のお坊さんになりますと、そのお坊さんも偉大な方です。両方偉大な方。比べるは、あまり比べるはいらないです。比べるいらない。両方偉大な。そして自分のチョイスです。そして今の質問は、ね、カズシャのためにボヒッシュソンニャス、外のソンニャス、できないけれども、オントスナ絶対できますでしょ。でその時、自分の全部家族を辞めて、それから旦那さん、奥さん、息子を辞めて、森に行かないといけない、それではないです。ですね。それがインターナル、あとエクスターナルソンニャス。同じ感じで、また別の言葉で、粗大な放棄と精妙な放棄。粗大な放棄は、例えばお金、ね、家族、それみんな粗大な。あ、精妙な放棄は、と、心のレベルで放棄です。例えば欲望、ね、と執着、それが精妙な放棄。で、メンタルとフィジカル、同じ、言うこと一緒ですけれども、いろいろ言葉で使ってますよね。フィジカル、メンタル、ね、心的、あとは肉体的、あとは素大的、精妙的、ね、で入れ、例えば中と外、うん、でいろいろですが言うことは同じです。もう一つは、ポジティブ・リナンシエーション、ネガティブ・リナンシエーション、それもあります。ポジティブ・リナンシエーションとネガティブ・リナンシエーション。とスラム・クリシュナはそれも言ってます。とても、ね、素晴らしいそれを言って。で、二つあります。と、これ、ビショエ・ビラーグ。
ね、ボイラッグはだとリナンシエーションなんですか、シナムキシナの定義の放棄の定義は何ですか、ビショエビラッグ、世俗的なものに執着、無執着、あれ神に執着、ね、神様に執着と、世俗的なものにこれ無執着、あれ神に執着、それでポジティブネガティブです、ね、それ一つ意味です、ね、ポジティブネガティブ、ね、ポジティブのリナンシエーション、ネガティブリナンシエーション、肯定的な放棄と否定的な放棄な、それ一つです。一つはネガティブ。ネガティブは何ですか？これ世俗的なもの、と一時的なものをの放棄。それがネガティブです。あ、ポジティブ何ですか？永遠なもの、or 神に、ね、執着、or 好き、好きになる、ね。それがポジティブ、ネガティブ。もう一つあります。ポジティブ、ネガティブ、別の。ホームレス、ね、イメージしてください。と、プッスのホームレスと、お坊さんもホームレスでしょ？だって我々のホームがないです。と、我々もホームレス。ああ、寿町我々お世話してます。それもホームレスでしょ？何が違う？言ってください。両方ホームレスでしょ？俺、本当ホームがないです。今、ベダント教会は私の本当のホームではないんですね。例えばね、例えば、ソインも本当の、ソインのヘッドクワーターズも本当の、ね、我々うちではないですね。それ本当のホームはないですね。ホームのイメージ。と、我々、ベルルマソインと、例えば、ある、アスラム。それも本当はホームではないんです。我々そのことを考えて、ね、で、例えば我々この、例えば、この素因の、例えばの支部の、その支部の、持ち主ではないです。持ち主はスラームクリシナです。ね、持ち主はスラームクリシナ。で、例えば、さっき覚えてます。私、これ、私の服はちょっとスカーフみたいですね、スカーフ。ある時ある宅急便の方でピンポンして、で、私は出ました。と、私はその色とね、色とスカーフみたいで、と、宅急便の方、私に言いました、あなたは主人はどこですか？主人。主人はどこですか？と考えた私の奥さんですね。とスカートとその色がいつも女性が好きですからね。で、それがあなただ主人はどこですか、私主人は祭壇に座ってますから。あ、主人は祭壇。で、私声を出してすぐ分かりました。おあなた、すみません。ですね。と、俺は本当の主人はこれ祭壇に座ってます。ね。ね、そのことを言って、我々は本当にホームではないです、ね。わかりました？皆さん。踏んでますけれども、我々の、普通の家族はそのこと言わないでしょ、絶対。で神様ね、言っても私は持ち主です。私の、ね、うちの持ち主は私です。お手立てもそれではないですか。で、我々は、we cannot claim like that。みんなお坊さん、we cannot claim this is our home。I have my right。もし、だって本部もし命令しますと、私は別の場所に、行ってください。その時は絶対行かないといけないんでしょ。ね、でそれで、プッツの例え言葉、その種類、例えばホームレスと、我々みんな お坊さんのホームレス、何が違う？私の質問。何が違う？自分の選択でホームレスになりました。英語できれいな言葉を使いますと、ホームレス by option、ホームレス by choice、or ホームレス because of by some obliged my necessity、
homeless. By circumstances? No, not by circumstances. By some force of circumstances. Force of. Mm. No. Mm. By some force of circumstances and by choice. Mm. それが違う。今翻訳しますと、と by choice 皆さんわかります。自分の好きになりましたからお坊さんになります。There's another, 好きですか。There can be another difference also. See, home also means sacrifice, homework. So they have sacrificed that homework, and we have sacrificed home, means house. So then, by the force of circumstances, what should be? 例えば、pressure。例えば何が、いろいろ原因のプレッシャーで、ね、仕方なくホームレスになります。で、いろいろね、で、私はしょうがないですから、ホームレスになりました。ね、and the home has thrown them, we have thrown the home. So, これが大きな違う。So, one is negative, another is positive. どうして我々 choice? なぜなら、we want something great. So, これも一つ放棄のことです。So, カジュシャの放棄、カジュシャの皆さん信者は放棄実践しますと、とそれは、お坊さんも放棄します。その一つイメージが大事です。そのイメージ何ですか ?We want to get something higher.We are not satisfied with small things.、ね、小さいもの、一時的なもので私は満足してない。それのために我々は目的は何ですか偉大なもの。永遠なものが好きですから、一時的なものと小さいものを私は放棄してまず無執着になっています。そのイメージないと放棄の実践は、中の放棄の実践も難しいです。そのイメージを持ってください。覚えてください。そうしないと放棄の実践が、これ、一時的できますけれども、続けることはできないです。So, we have to remember that our purpose of sacrifice is to get something eternal, something great. それのために、私は小さいもの、一時的なものをもしやめないと、放棄しないと、偉大なものと永遠なものをもらうはできないです。そのことを考えて、イハオムッタ・ポロボガ・ビラゴ出てます。ね。偉大な楽しみのもの、永遠な楽しみのものをもらいたいなら、一時的な楽しみのもの、と小さいな楽しみのものを、これは放棄しないといけないんです。それは本当の放棄の意味です。その意味、もし覚えてますと、放棄はそんなに聞いて怖がらないです。こんなの出ないですね。心配ないですよ。わかりますね。その意味でもしそのことを覚えれば、本当は無執着で家族いますけれど問題ない、全然。執着はしない。ね、家族を皆さん愛します、お世話します。ですけれども執着はしない。それがちょっと違うです。ちょっとであの大きいな違う、ね。執着なしで愛する。執着を持って愛する。大きいな違う、ね。執着を持って愛しますと、最終的にいっぱい失望、苦しみ、悲しみ、絶対出ます。物について、人について。執着を持って愛しますと、絶対、苦しみ、悲しみは絶対出ます。あ、執着はなくて愛しますと、絶対楽しみ、幸せ、平安できます。ですね。その意味で、イハアムッタ・ポロボガ・ビラーゴ、その理解してください。イハアムッタ・ポロボガ・ビラーゴ、イハアムッタ、例えば、
世俗的な楽しみと何がこれ天国の楽しみ、みんな一時的と小さいなものです。そして一つサンスクリットの言葉あります。とても有名な一つ言葉、ウパニシャッやっと思えば、たつすかん、なるべすかますて。やっと思えば、たつすかん、なるべすかますて。聞いたことありますか、ね、それはとても有名です。ウパニシャッの中に、それで同じ、先の言うこと同じサンスクリットで言ってます。やっと。ブーマエーバタッスカムナアルペスカムアスティ。見てください。やっ。私は分けて、言葉を分けて私はね、書きました。やっ、ブーマ、エーバ、タッ、スカム、ナ、アルペ、スカム。アスティですね。で意味は何ですか？やっとブーマ、ブーマが偉大なもの、一番大きなものがブーマです。ブラモンです。ね、ブーマとブラモン一緒です。とブーマエヴァ、一番偉大なもの、最高のものだけはある最高のもの。ある偉大、一番偉大なもの、そのものはスカム。本当の楽しみです。ノアルペ、小さいもの、ノが、ノアルポ、アルポで、ね、アルポ、アルポも小さい。一時的、それが小さいとアルポ。ノアルポ、アルポもノスカムして。ね、アルペ、アルペ means、アルパムから来てますね。アルパム。意味は小さいもの、一時的なもの。アルパムのスカモスティ。小さいなもの、一時的なもので本当は楽しめない。そしてもう一回言いました。イナーハムノミトムサム、テナーハムキンコウリアム。一時的と小さいもので本当はアムリトにならないですね。プシにならない。そしてもう一つは、アミタムが欲しいでした。武士になりたいでした。そして、イハムトラ、トロホーガ、ビラーガです。で、それが先言いました。で、ホーキスね、先、福音の中にそのアイデア何回もありました。ヤツスカム、同じ、とても有名、いつも言われ、意味を教えてます。聖典の勉強の時。ヤツブモイバー、タツブマイバー、合わせますと、ブマイーバーになります。ブマイーバー。やっとブマイーバー。タツスカム。ナルペースカマスティ。ナアルペー合わせますと、ナルペーになります。ナルペー。やっとブマイーバー。タツスカム。ナルペースカマスティ。そのこと、イメージを持って、もし放棄します。もし着実践しますと、それが本当は肯定的な放棄の実践です。あ、そのこともし覚えれば心配なことは何もないですよ。果樹者を持って全然問題ない。奥さん、旦那さん、息子、娘。ですけれども、何が放棄のイメージなんですか？オントソンニャス、中野ソンニャス、無執着のイメージ、例えばいろいろイメージ出てます。例えば、ハスの花の葉っぱ、見たことありますか？ハスの花の葉っぱ、その上、もし1点、
水、一滴水浮いてます。それは何が混ぜないですね。葉っぱは濡れてないです。わかる？濡れてないです。それちょっとオイルみたいですね。ちょっとその葉っぱがちょっと油みたいですから。それが一つイメージです。パドマパトラム。はい。で、一つがパドマパトラム言いましょう。パドマパトラム。パドマがじゃあロタス。ね。パドマパトラム。ね。OK。それを一回買った方がいい。ちょっと、石田さん、紹介してください。で、それが一つイメージ。だって何を実践します？何をイメージ？ね、それのイメージは例、ね、これエグザンプル何ですか？パドマパトラムイバーアムハサ、とても面白いです。パドマパトラム、パドマ、パドマがハスマなんですね。パドマ、パトラムが葉っぱ。イバ、例えば、オンハサ。オンハサが意味は、オンハ意味は水。ですね。水。お水。ですね。パドマ、パトラム、イバ、オンハサ。例えば、ハスの花の、ハスの花の葉っぱの上、の水みたい。それがもう執着の実践です。みんないますけれども、周り、みんな家族者いますけれども、執着はなし。建物ありますけれども、執着はなし。服はありますけれども、車ありますけれども、食べ物ありますけれども、執着はなし。ですね。それ一つ。そのよりいっぱいいっぱいイメージあります。例えば、スワン。スワンなんですか？白鳥。白鳥。だって白鳥ですね。水にいます。で、我々水に入りますと何ですか？濡れてませんか？我々は、ね、もし、ね、これ何が湖と川に入りますと絶対濡れますでしょ？で、またタオルで。何だろう、拭かないといけないですね。ですけれども、白鳥なんですか？白鳥の食べ必要ですか？白鳥もし、ね、白鳥もし湖に入りますと、もし湖からまた何だ土手に行きますと、食べる使いますか？白鳥食べる使ったことあります？見たことある？白鳥は食べる欲しいってますか？どうして一回だけそのしますと全部これ水は落ちます。と見てください。これが無執着のエグザンプルです。ずっといます。1時間、2時間で湖に、ね、例えば遊びにで行ってましたけれども、入ってましたけれども、全然水をね、で濡れてないです。これが理想的です。カズシャの中のほうきのこれが理想的なエグサンプルです。また別のイメージ何ですか？川に船あります。と川に船ありますけれども、それは全然大丈夫です。問題ない。もしこれ、船の中にもしこれ水が入りますとどうですか？水の上、これ船ありますと絶対問題ない。もし船の中に水ありますとどうですか？状態沈めませんか？
で同じ、また同じ。で例えば家族、ね、家族はこれ水。私で私はだんだん船。ね、でそれで、ね、分かる？ガズシャオはこれ水、川の水。ある私は個人的で死んじゃう、例えば我々は船です。問題ないです。ですけれども、もし船の中に水に入りますと、それがこれ沈めます。沈めますの意味なんですか？苦しみ、悲しみ。失望。どうですか？みんなイメージわかる？福音の中にそのイメージいっぱいあります。ガムキシの福音の中に。ですけれども、浅い感じでもしあなたは勉強しますと入りません、イメージ。一つ一つ、例えばそれだけ、パドマパトラミワンモサ。それを瞑想してください。それはそのアイディアだけ、ね、その瞑想の、ね、内容、ね、そのメッセージ、例えば、私の今は、今から何を実践します？中の放棄の実践、パドマパトラミバンパサ。ハスの花の、ハスの花の、これ、葉っぱの上の水みたいに私は家族に住んでます。ね。エミさんにスラムクシュに言ってました。で皆さんちょっと聞いてどれぐらい印象気にイメージ出ますわからないですけども私は意味を知っています。シラムクシュに言いました。 M さんにあなたと私はいろいろあなたに教えましたけれども本当 M さんがお坊さんになり なりたかったですね。で全部放棄して家族でシラムクシュのそれを同意しなかった。要するにあなたのいるマダルの、ね、一仕事あります。例えば福音、ね、福音を作ります。そしたらあなたは絶対続けてください。ですけれども、覚えてください。で、あなたの皆、カズシャの本当、あなたのものではないんです。あなたもカズシャのものではないんです。そのことを覚えて、あなたは家族と一緒に住んでてください。どうですか？それを実践する。外から見せてください。あなたをか、ね、家族、あなたの家族、家族もあなたの外から。中は本当は関係ないです。関係は神だけ。関係が家の関係は神だけ。それが本当は家族者のためにアントソンニャーシ、中のソンニャーシの実践のヒントです。何ですか？時間 ?OK? イハムトラパロフォガビラはこれで終わり。ありがとうございました。オンプールナマダ、プールナミダ、プールナー、プールナムダチャテ。पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु